はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをやっていきたいと思います。砂漠へ向かえということなんですけども、また地図が一気に開けたな。多分こっちの方だよね、見た感じ右下の方かな。どう行くんだ、マーサの入江とかをちょっと経由していくのかな。タルタル高地からこうではないと思うんだよね。まあ進めるところから進んでいきますか。一応ダッシュができるようになったんで、ダッシュジャンプとかもねできるんですけど、これは破壊できないよね多分。あ、ダメだ、硬いやっぱり。どっちだ、ハートのかけらも、あれも回収したいんだけど。ちょっと取ろう、あれを取ろう。よし、じゃあこっからダッシュしてジャンプ、オッケー。ハートのかけらゲット。何個目今、2つ目とかなんかそんな感じっぽいな。2つ目だよね。え、これさ、ダッシュジャンプで帰れなくね。いや無理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 。え、あれ、なんか普通にいけた、普通のジャンプでもいけたわ。まあいいや、じゃあ帰ろう。そもなんかどっちへ向かえばいいのかすらわかんねえんだよな。じいさんに聞いてみるか、意外に役立つじいさん。島の南東にあるヤナ砂漠、アングラーの鍵というものがある。わしの頻度もだいぶ露骨になってきたかの。いや何の役にも立たなかったわ。でも南東と言ったから、まあ目の付けどころはいいと思うんだよね。あとは要はダッシュができるようになって、ダッシュジャンプで越えられそうなところ、動物村、動物村を経由すればいいのかな。げこんなとこに階段があったんだけど、ちょっと待って、大丈夫これ、この深さは大丈夫か。あ、なるほど、これであれか、ダッシュしていって破壊しろってことね。あー、なるほどね。こいつさ、ダッシュしてれば。ダメだった、考えが甘かった。あんまりダッシュしすぎても。あ、なんかハートのかけら、あ、これ何、出てくるの。あ、いけねえ、電撃くんはなんかちょっとな、厄介だしな。これは無理だよ、ここはいけない。ちょっとスコップも用意しておこう。スコップすげえ怪しいからね、全然何にもねえし。また家があるね、動物村、ようこそ。こんな日にはやっぱあれだよな、あれ謎すぎる。これはヤーナ砂漠、南の方にある道を塞いでいけない。まためんどくさそうだな。またこうアイテム屋さんみたいなのないかな。ちょっと草刈ろう。お金出てもさ、げっ、草が復活してる。こんな簡単に復活すんの、一瞬で生えてくんな。画面の外に行ったら生える、いやそういうわけじゃないか。げっ、またなんかでけえやつがいるな。ミーが有名な芸術家、シチュール・ドゥピット・ペダブザンス。入江の人形像もミーの自信作ザンス。実はあの像訳ありで未完成ザンス。難しすぎてあんたには無理ザンスね。これ何、カバー、モデルか。動物村と名弁村、提携都市。夢の、あ、そうそうそう、あったね、なんとかが置いてあるんだってさ。オカリナがあったよね。乙女の部屋を訪れる時のエチケットをご存じないの。お花くらいいただければお話しする気になる。ハイビスカス、そんなん持ってねえよこの野郎。やるな、なんて頭の強いやつなんだ。壺をもろともしない。
奥のところにも壺があるな。これ温泉みたいな、なんかあるけど何なの。え、マジ何の意味もないんだけど。ジャンプもできないしね。これもなんか怪しいよ。最近怪物が増えてメイベ村に行けない。マリンちゃん元気かな。人気者だね。クマなんかでけえなこれ。料理の材料が足りない。蜂蜜があればベラボンにうまくなる。蜂蜜とかなんだよ、また手に入れてこなきゃいけないの。いやつえこいつ、この野郎。いやーやるな。でもうまそうはうまそう。蜂蜜をゲットしてこいってこと。多分いけないよねここは。あ、ただよしよしよし、ワープ地点。どこ行く。メーベ村に帰る。メーベ村っていうかウククソーゲンだけどね。なんかお水で吹っ飛ばされたような感じだったな。ワープっていうよりは。蜂蜜ってさ、でもあそこにあったよね。なんか蜂がいたところあったじゃん。その前にちょっと行きたいところもある。その夢見のあそこもう一回行ってみよう。ダッシュで通過できるかもしれない。あの埴輪くんダッシュで無理やり切る。絶対こんなところでさ、もう寝る気になれないよ。そんな簡単によく寝れるなこいつは。伸びたか。ここちょっと無理やりねダッシュする。いいかい、こいやん。いいじゃんいいじゃん、よし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 、力ゲットしたい。容赦はしない。おら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 、いいね。見て、いや埴輪攻撃力ってマジ高い。あ、結局これがあったじゃん。ってことは、ね、ダッシュしないといけなかったってことだな。でも一応ここまでくれば宝箱1個やるよみたいな。あれいくらこれ。100円。そしてオカリナゲットしたけど、これが物語上どうなんだ。オカリナっぽい音、いろんな曲が吹けるといいな。だけ、え、今曲吹けんのオカリナ。ちょこっちにセットしてみよう。なんだこれ。しかしまだ曲を覚えていない。まあ、そういう時はじゃあマリンちゃんだよね。やっぱりこれでマリンちゃんを呼び寄せてくんのか。曲教えてくれ。ついでに女の子も紹介してくれ。あれ、イベントが始まった。素敵な笛見つけたのね。私の歌に合わせて吹いてみて。ハートに染みる歌でしょ。ちゃんと覚えた。ちっともとかやるとめんどくさいことになりそうだな。うん。風の魚の歌。マリンの歌声が心地よく耳に残る。忘れないように時々歌ってね。え、ちょっともう一回歌ってみよう。じゃん。超謎。ここで歌うとどうなる。風の魚ってなんかさ、そういえば目覚めてさ、これこれこれ、なんかどっか連れてってくんなかったっけ。空飛ぶニワトリ。風の魚じゃなくてニワトリね。草刈りマシーン。この辺なんかスコップで掘り起こせないかな。なんか怪しいところとかね、ちょっと探すのがめんどくさいから、そういうのは全部まとめて攻略サイトを見ながらやろう。
で、蜂蜜地帯で、蜂蜜地帯どこだったっけ、まあ、地図もやってないけど、まあ、地図は多分横道で、あーいるじゃん、蜂蜜くれや、いいもの持ってるだな。蜂蜜分けてやるから棒切れ貸してほしい。いいよ、それに使うの棒切れ。怖いもの知らずだなこいつ。そうなん、そうなるよね。え、蜂の巣になった。とりあえずもらっておこう。さて、じゃあもう一回ワープして戻って、蜂の巣があれば蜂蜜はコックさんだったら取り出せるでしょう。蜂の巣をさらに蜂蜜にしなきゃいけないとか、そんなめんどくさい作業必要か。これを持ってくば、あのごっついやつならやってくれるはずだ。でアイテムをゲットしてどうすんだ。さらに、まあ、一応持ってきましょう。そいつは蜂の巣じゃねえか。蜂蜜切らしてパイナップルと交換しないか。まあいいや、交換しておこう。これ何気に物語進めるの必須だからね、こういうの。ヤーナ砂漠、この村の南に入り口がある。でっかいセイウチが道を塞いでいる。寝るとずっと動かない。マリンちゃん連れてきな。あの子の歌で起こしちまえよ。え、これでもしかしてこのオカリナ必要とか、それとも連れてくるって本当に連れてくるのかな。どうする、まあ、一応ちょっと話しかけに行くか。じゃあここにワープ地点があるから、そんなに遠くはないからね。草原、マリンちゃんってこういう時にマリンちゃんいなくなってる可能性あるからね。さあ連れてこようと思ったらさ、おらいねえよマジで。どうしたんだよ。ちょ、来い、呼び寄せる。来ない、エポナとは違うか。馬、そう馬がいねえじゃん、よく考えたら。このゼルダ馬に乗れればな。いやマジでいねえわ。出たよ、本当にあれだな、ベタな道を進んでるな。じゃあマリンちゃん連れてこようと思ったらいない。おいキツネ、お前なんか知ってないか。コンコンコンかきくけコンとかマジ役に立たねえわ。それともこの歌を奏でれば。いやダメだよ、だってもしオカリナ持ってなかったら、そもそもマリンちゃんいないから歌覚えらんないってことは、そういう日順ではないな。あのおっさんがなんか知ってないかな。あのおっさん蜂に追いかけられてどこ行ったんだろう。ちょっと情報収集する。いやあ、そうか、突撃できるようになったから、ちょっと図書館に行って、突撃地帯があったよね。ここ一応これを見てみよう。いけ突撃ボーン。色の力に超いらなそう。5つ並ぶ墓の下。ちょっと待って、これは重要そうだよね。上右上、じゃあ1234ってどういうこと。これどうする、メモっておく、写メ取っとく。いいやん、力の限り押し続けるべし、新しく道が開かれる。資格のある者には色の力が服に宿る。あーなるほど。メモっておくか。ちょっとま、全く同じようにメモろう。3上4右5上2左、1下と OK。 まあ、すぐにはちょっといかないけど。こいつは何か知らないかな。あと
いやこれはいいよ。じいさん電話、じいさん電話、ばあさん、ほうきもボロボロ、もはやどこから手をつけていいんだかわからん。おいじじい、いや町役に立たねえわ。ノーヒントだからね、マリンちゃんどこ行ったの本当に。勝手に行ってくれるとかそんなんないよね。勝手に移動してるとか、道具屋で売ってるとか、マリンちゃんが競売にかけられている。弓矢欲しい。ハートのかけら買えるじゃん今思ったけど、買えるときに買っておこう。ちなみにさ爆弾って何個まで持てんの？なんか泥棒になってもいいから。泥棒980円だって高すぎるよ。泥棒になれんのかなこれ。あ無理だな、ダッシュできねえよここだと。いや無理だ、ちょっとマリンちゃんさ、探しすんのもほんとめんどくせえ。ちょっと攻略サイト見るかこれは。ああマリン海岸にいるみたいっすね、まあ、確かになんかよく海岸にいるよみたいなこと誰かが言ってたけど。ワンワン杖、行った。ここがよく分かったわね、攻略サイト見たからね。お話ししない？いいよ。もうちょっと近づけよ。なんでこの微妙にさ離れてんの。このヤシの実は一体どこから来るのかな。海の向こうには何もないってタリンは言っていた。何かがあるって私信じてる。リンクを見つけた時ドキドキした。この人は海の向こうから何かを告げに来た。いやただ俺にはゼルダという人がいるからな。私がカモメだったらずっと遠くへ飛んでいくのに、いろんなところへ行っていろんな人たちと歌うの。風の魚に祈れば私のお願い叶うかしら。カモメになりたいってこと？それはやだよ。ちゃんと聞いてる？うん全然とかひでえなこれ。まあ聞いてます。いつかリンクのふるさとに行ってみたい。いや待て待て待て、修羅場になるぞ。セイウチさんがいいわ一緒に行く。結局さ今までの話適当にゲーなんだこれ。マリーをお借りしたチャンスとか。えマジチャンスなの。これちょっとゲットしていこう。こっちがいい。音変わってるしね。50円。あ、ちゃんとついてきてくれんな。マーサの家、ここの家。え、なにこれ。あー、いけないんだって。あ、貝殻、ね、うるせえなこいつ一回一回。マジ鬱陶しいな。なんかないかな。おーおーおお、びっくりした。今日怒った。バカだなって言って見てんだろうな。調べる。いつもこんなことしてるの。で、お前のせいだぞ。邪魔にしかならない。調べられないんだけど。本当に。おせっかい姉さんだな。え、これだけ？まあなんかあるんだろうけど、これジャンプしたらさあいつついてこれんの。まあいいや。いやクソ邪魔なんだけど。当たるし、ちょっとほんと邪魔。俺についてきたければゲー、超ジャンプ力を誇っている。何者なんだこいつは。ここあれ、ここちょっと行ってみよう。ちょっと待って、
を刈らなきゃいけないんだよね。ジャンプして、あ、2マスだったらギリギリいけんのか。あー、これ無理だな。海に行けるようにならないと無理だわ。マリンちゃん一体何者なんだろうか。余裕でジャンプしてくる。ここさあ、そもそもあれか、なんかスコップで掘ったらなんか出てくるかなって思ったけど、貝殻地帯だったね。ワープしよう。ちょうどいいところにある。お前はワープできんのかな。何だった一体マリンとか。俺なんかより全然すげえ。でそもそもセイウチさんってどこにいるの。連れてきたよ、マリンちゃんだ。人気だな。しかし今は俺のものだ。マリンちゃんだ、うえーみたいなこと言ってるよ。うおこいつビビってるな。もう一回聞こう。ほら、うえーみたいな反応してる。南に行けって言ってたからね。一応全部買っていくか。あ、こいつね、ギアナ砂漠入り口。セイウチさんね、ちょっとびっくりさせちゃおうか。じゃあびっくりさせるか。悪い女だこいつ。寝起きのいい子ね。私を呼んでる？きっといつものあれね。動物村へ行ってる。きっと寄ってね。まあ、先へ進もう。あ、暑い。ヒットポイント減るとかないよね。溶岩地帯ってことではないから。ちょ待って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 。ちょっとお金はいいや。うーん、スコップにしておこう。どんぐり上の方かな。じゃあなんかあるこれ、いけー、爆弾投げてみる。爆弾セットして持ってほい。ダメか、特に何にもない。こっち側はまあただ戻れるよっていうだけか。ここが何だろうな、行って大丈夫かな。じゃあまあゲージ、目障りゲージ。え、待って、やっぱり、あ、普通にボス。こっち側いける？いけるはいける。こっちに聞いてみよう。夢が覚めたら泡になる。魔物もみんな泡になる。だから魔物は邪魔をする。目覚めの使者の邪魔をする。そうだね。死にたくないもんね。しかし泡になる前に俺が消してやろう。これは氷を。真ん中、ああダメか。え、めんどくせえそういうこと。ただダメージになるだけじゃないのか。右もいけるし上もいけるけど、上からいくか。じゃあせっかくだから、ハートのかけら、まあまあまあ来てよかったか。これででもたまったよね。よっ、そろった。よし、オッケー、いいでしょう。寄り道にしては悪くはなかった。で、ここどこに出てくんだ。あ、ここか。結局こいつを倒せってことか。ここってなったところにも、うわ、いて。ここに来たから別にここから来るってわけじゃないからね。ここか。やばいやばいやばい。2発くらいが限界か。
うおーめんどくせえ。こういう時にさ弓矢とかあったら楽そうだよね。遠距離攻撃できるから。ちょっともう端っこの方で行こう。あんまり真ん中には寄らない。これは下に来てくれなかったらちょっとめんどくせえからいいや。安全に行こう。こっち来い、こっち行きたい。クリカ回転切りってちなみにダメージ高いのかな。一応これでも普通に吸い込まれずにいけるから強いんだか弱いんだか分かんないけど、オッケー。鍵、この鍵も埋もれんじゃないか。変な鍵、アングラーの鍵。体力がちょっと減ってしまっている。これ爆弾で破壊できる。持つとかあんの。いやこれはいいや。あぶちゃん、ハートで回復したい。ちょっとこいつ厄介だからカードしておこうと思ったけど、走ってこう。おハートで、これはなんだ。おお、あ、小さなメダル要素だね、多分。集めて、まあ、なんか交換するみたいな。欲しがってる人が多分いるんだよ。いいね。そりゃ無謀だよね。ガードしとこう。いいね、後ろから来た。これガードできない。あ、ちょっと待って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 、普通に死にそうだけど。これどっから来て、どっからどこへ行けばいい。こっち側だって何もないよね。え、砂漠に来て上か。じゃああれ、フクロウが来た。その鍵は滝を登りゆく魚を表している。山の滝へ向かうのじゃ。水が上り詰めたならあとは飛び降りるだけ。え、砂漠にダンジョンがあるわけではない。死にそう。八重の砂漠はもう本当に鍵をゲットするだけ。こっちから行けんじゃん。あれ、ここも爆弾の巻き添えにはなりたくない。爆弾なんかここ来なかったっけ。来てないか。待って、ね、確実に倒していかないと。あ、来た来た。お、いいねいいね。え、ハート落としてくれる、いいやつ。いいね。ジャンプじゃいけないよね。いや、どう考えても無理だ。消えろ。どうすればいい。これはさすがにさ、ジャンピング無理でしょう。いや、これは無理だよ。ちょっといけねえわ、諦めよう。まあ、ここはまあこれだけあるということをちょっと覚えておいて。げっ裏手にもある。ここから飛んのか。よし、ヒットポイントはだいぶ。結局後ろからさ、裏に入れねえじゃん。これリンゴって落ちるのかな。げえ、落ちた。え、取れんの。青いリンゴ、ハートがたくさん回復する。マジでやった。
ハートが少し回復する。よし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 。妖精を瓶に閉じ込めるシステムはないけど、普通にこれ食えんだね。風の魚の歌絶対忘れないよね、私のことも。まあ、忘れないは忘れないよ。さてそれではタルタルコーチ、こっちら辺に行けってこと？なんかどうやって行けばいいんだ。結構めんどくせえな。うん、一回ワープするべきか。もうちょっとなんか気軽にさ、いろんなところに行きたいよね。ワープして、ワープ地点がもう倍くらいあってもいいと思うんだけど。で結局じゃあどこ、台北小屋行く。よし、ここから行こう。さてこの上、こいつは邪魔。ここが行けるようになったから消えろ。よし、なんかこっちは行けないか。このまま右の方から行ってみよう。不思議な石を拾ったらこちらまで。ちょっとダッシュして。リンゴって何個ゲットできるの？あ、そのまま食ってる。1個だけか、補充できるのは。え、リンゴなんてどこにある？え？リンゴストックできるものじゃない。そのままその場で食うってこと？まあいいや。一定の距離を保ってくるのがちょっと鬱陶しいな。置いてたら雲みたいな。そのなんか目玉に弓矢を突き刺せばなんかすぐ倒せるような感じがするけど、あ、これいけんじゃん。ここの鍵が砂漠にあるのか。なんか砂漠で一個ダッチョを作ってもよかった気がするんだけど。楽器が8つあるってことは、だって8つダンジョンがあるってことでしょ。開いたは開いたけど、これで多分あれだね、水系のアイテムが手に入りそう。いや、いけるようにはなったけどさ。あ、ワープ地点がある。よし、タルタルコーチブックマーク完了。少しちょっとここら辺を探索したいけど、まあ行ってみるか。え、これどうしろっていうの。だってここら辺は深くすぎて無理でしょ。まだなんか行けんだかいけないんだか結構苦しそう。あぶるぶるみたいな。うん、どっから行くんだ。降りろみたいなこと言ってたよね、そういえば。え、ここで降りて大丈夫？罠なんだけど。え、先に立って見つけるとかそんなんではないと思うんだけどな。ここはだって来たでしょ。あいつの小屋でしょ、ここ。上から攻めてみるか、守りの木の実。一応なんかいけんな、タルタル山脈。ん、どうなってる？これやってクリスタルって破壊できるんだよね。これやってハートのかけら取りたいけど、ちょっと先を見てみよう。やっぱりハートのかけら欲しいから、で破壊して OK。 あー、ひでーダメージを食らってる時に。
いけ。で、あっちにハートのかけらがあって、ちょっといろいろいけそうなところがあるね。もう一回帰ろう。ここダッシュジャンプでいけんじゃないか。こいつどう？持つ。じゃーん！うわ、無理。何マスいけんのこれ。1,2,3 マスまでか。4マスは無理なんだな。いや無理だ。ってことはあれをどうかしなきゃいけない。まあいっか、ちょっとこっちから行こう。かっこいい音楽が。50円。これさすがに押せないね。しかもこっちから行くでいいの。あ、なんか人がいる。遭難しているが、ちょっと今の俺には無理だ。いける？あ、いける。またちょっと水の地帯になってるけど、階段。またこの露骨な階段は。あ、宝箱。ダッシュ変な方向向いちゃうんだけど。タルタル300。何してんのお前。約束通りパパール遭難したっすよ。腹が減って動けない。なんか食い物食えないっすか。なんかあったっけ。いいと思う。あ、パイナップル。パイナップルはね、水分もあるからね。ハイビスカス。欲しがってるやついたな。うまいっすよ、力が出るっすよ。あなた命の恩人っす。それだけで結局ここに戻ってきて先へ行こう。あ、で滝があって、滝から降りろって。あー、そういうことね。ちょっとただ右も見ておきたい。いけねえ、これ深いの。マジか。裏口とかでは。いや、降りよう。OK。で、これ、多分どっかから帰れるって話だよね。あー、なるほど。じゃあ、行きますか。アングラーの滝の壺、というわけで次回はじゃあここからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。